僕この誕生日見た時、あ、この人天性のアーティストじゃんかって。おまあただド変人ですけれど、ね、ド変人引き寄せる星なんですよね。どうもこんにちは、ヤナです。さて今日なんですけれども、すごい普段と違う風景でございまして、今日は占い師の方に来ていただきました。ありがとうございます。はい、軽く自己紹介お願いします。はじめまして、占い一筋24年クレの鳥と言います。すごい若そうなんですけど。それがね、ただただ時空が歪んでるだけでございまして。僕地球にやってきて40年経っております。本当ですか？そうなんですよ。めっちゃ若く見えます。わ、なんかすごいこと言ってもらって占いばっかりやってるせいかね、今日はいろいろ運勢を占ってもらいたいなと思います。ちょっと多様なく見えると思うんですけど、占いだけは本当に24年やってますのでね。本当にすごい。いろんなタレントの方もね、 YouTube とかで見させていただいてるんで、うん、ちょっとバッチリとヤナさんを占わせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、まあ、あのね、生年月日とかお生まれの時間をいただいてね、はい、どんな星か、どんな運命を持ってるのか、生年月日のやつはもうここに出してきてあるんですけど、今日どんなことを見たいとかご質問ってあります？やっぱ主になんか仕事運だったりとか、その自分のアーティストとしての活動だったりとか、うん、YouTube の活動、今後どうなっていくのかなみたいな。やっぱそのお仕事を、はい、こう命かけてらっしゃるわけですね。そうですね。まず生年月日でヤナさんってどんな星を持ってる人か見ていきましょう。はい、楽しみまずですよ、お生まれになった日、時間で見るとヤナさんは超頑固者。辛いよ、マジで辛いよ。まあ、確かにそれは、合ってますね。で、あの、基本的に自分がこれをやるぞと決めたら、ずーっと追いかけられる、もうまっすぐな情熱の持ち主なんですね。あんまり人からこう言われて、ペコペコ合わせるっていうよりも、自分がいいと思ったものに一直線。一生懸命ですね。好きになったらずーっと同じものを食べてそうな感じ。確かにそれありますね。ずっと定食食べてますね。そうなんですか。はい。でも多分その人だったりとか人間関係なんかでも、一回大事にするぞって決めた人のことをずーっと愛し続けられる人なので、まあ、一途であるし、まあ、思いやりも濃いし、まあ、好き嫌いはどっちかというとはっきりしているんですけど、一度ファンになったら長く行くとか、一回押すぞって決めたら押し続けるみたいなね、すごいまっすぐな魂が、まずヤナさんですね。かなり変わった星、あ、いや、変わったって言ってた。変わった星？いや、でも本当に変わってて、5個エネルギーがあるんですよ。はい、木火土金水って言って、あの5個のエネルギーがあるんですけど、土と金の2つしかないっていう、えこれみたいな星をしてるんですよ。だからヤナさんは占いで例えるとダイヤモンドがたくさん眠った山みたいな人。すごい響きいいんですけど本当にね、まあ、土っていうのが山みたいなので、うん、根性とか頑固を表すんですけど、金っていうのがダイヤモンドとか宝石を表す星で、めちゃくちゃそれがたくさん出てるから、嬉しい。だからね、僕この誕生日見た時、あ、この人天性のアーティストじゃんかって。お、嬉しい。まあ、ただド変人ですけれど、変人か。あとね、あとね、もう一個いいですか。はい、お金の星があまりない。全くない。全くないや。どうする？これはだからね、由々しきことです。すごく好きなことをして周りの人を楽しませる天才なんだけれども、計算するのは得意じゃなくてね、まさ、もう自分の売り方が分かんないってことですよね。うん、そうです。終わった、ある意味こうプロデューサーとかマネージャーとか味方をしっかり作っていくと大丈夫って感じなんですけども、自分でやっちゃうとね、あの撮影とか凝りすぎて、曲作りとか没頭しすぎてお金が出てこないみたいな。なるほど。天性の職人タイプです。あ、なるほど。じゃあ、オールマスジャパニーズ、これからもよろしくお願いします。私を売ってください。あちらにマネージャー。あの方の運がいいかどうかも後でちょっと見ないと、ね。気になる。悪い人にマネージメントされたら落ちちゃいますからね。ああ、生年月日でいくと本当にね、面白いタイプで、ヤナさんはね、21歳の時と、で、まあ、25歳の時に結構運命の転機が来る人なんですね、計算では。
で25歳、だから去年かな、はい、にね、実は人生を変える出会いの運気が来てるんです。2023年に。おお。だから去年2023年に出会った人の中にお金を与えてくれる、豊かにしてくれる、すっごいいい人がいるから、去年誰と知り合ったっけっていうのを振り返ってほしいです。あ、なるほどね。去年どんな年でした？去年もなんかコツコツカツカツコツコツって感じで、あんまりめちゃくちゃ、まあ、ビザのあれこれってかアップダウンとかあったんです。あ、ビザあったんですけど、はい、もう仕事的に言うとそんなメリハリあったわけでもなく、割とそっかそっか、こんな感じ、こんな感じの感じですね。まあ去年はね、仕事っていうより人付き合いの出会い期で、特に2月とか3月の時に、契約とか約束っていう星がこの文字なんですけど、あれ当たってるかも。そうなのかな。無理しなくていいからね。いやいや、でも2月3月はヤナさんにとって毎年必ず幸運の星が入る時だから、お2月に決めたり3月に決めたことは大きなお金を呼んでくれます。やったー去年は大事な人と出会って、そして今年2024年、実はね、60年に1回だけやってくる大出世星が実は来るんです。本当にうわ大事だ今年はね、夢を叶える大チャンス期。でね、休みが減ります、残念ながら。まあまあまあ、それは嬉しいことでもあります。くっそ忙しくなります。特に8月、9月、10月は覚悟なさってください。じゃあ体調管理もそうです、ね、頑張らなきゃ。大物の人とコラボする運命が来るんですね。残念ながら矢野さんは一人で行っちゃうとね、すごく頑張り屋さんだし、すごくセンスがあるんだけど、折り方が下手くそですなんですね、実は。そうなんですよ。だからね、こうバズるとか、なんかあんまりそういう、こう計算高くないタイプなので、うん、人気者にはなるんだけども、なんかここで止まっちゃうな、うん、ファンはいるんだけどなんか増えないな、な運命なんです実は、うん、運命なんだそうなんです。だから山さんが悪いんじゃなくて、そういう運命です、うん、でも今年はそれが変わる大チャンスの1年なんです。本当にめっちゃ嬉しいこと言ってくれますね本当にそう出てるんでね、これは。お世辞ではないですからね。お世辞言うと僕顔に出るのでそんな、ごめん、ほんと嘘がうまくないというかだから今年ね、8月頃とかにやってくるコラボ案件っていうのは、うん、どんどん受けてください。わかりました。しかもその人っていうのが、うん、何個かヒントがあるんだけど、一つは笑いの人、コメディアンなんですって。アーティストなのにコメディアンとコラボってあるのかなって感じなんだけど、うん、面白そうですけどね。そう言ってくれてありがとうございますだからね、コメディアンの方大事にしていただきたいのと、あと漢字で西がつく人、うん、西川さんとか、川西さんとか、西田さん、あ、西田さんとかあと他には谷、ビレッジの谷ですね、はい、谷口さんとか中谷さんとか、そんな文字がつく人が今年結構重要な運命を運んできます。これ名前までなんでこんなに細かくまでわかるんですか？これね、陰陽五行説っていうね、古代中国の賢者が作った技法なんですけど、これにはね、あと例えば金は西の方角とか、くぼんだものとか、なんかいろいろ連想ゲームみたいに意味があって、その連想ゲームからお顔を見て、あ、この人だとこれかなみたいに当てはめていくゲームみたいな感じなんです。面白い。だから本当にね、今年は吉運だと思ってくださいよって感じです。頑張ります。でもね、生年月日で、まあまあまあ基本的に運気の流れを見たんですけども、まずどんな一年になるか、生まれた日と時間だけで決まってるなんて皆さんもね、そんなこと思わないですよね、きっとね。まあいろいろね、どういう環境なのかみたいな。やっぱり人生って偶然が影響しちゃうもの、どれだけ頑張っててもたまたまやってきた誰か嫌な人のせいで全て変わることもあるんです。人生はたまたまに振り回されるものだから、そのたまたま何を引けるのかで矢野さんの運を測りたいと思うんですよね。本当に偶然に愛されていたら
こんなタロットカードの中からいいの引けるに決まってるんです。いいの引こう。よし、気合い入れてくれましたね。気合だ。気合です。じゃあね、ちょっと僕はタロットカードの占いが一番好きなんですけども、あ、本当ですね、生まれた日だとほら、なんか同じ日に生まれた人みんなそうなのってなっちゃう、ね、まさかそんなわけございませんので、その中で柳さんは何位に行けるのか、うん、タロットで勝負をしましょう。勝負だ。まず私の仕事運が私どうなりますかって念じながら3枚引いてください。はい、どれにしよっかな。お真ん中で、で両端。変な引き方しますね。変なのか。だって真ん中と両端引くって、あ、でもまあ、やっぱなんか全部ある感じかなって。そういうことか。まあ悪くないかもしれない。理由を聞くと納得です。全部あるかなってね。じゃあね、カードは78枚全部であります、はい、で同じ絵は1枚もありません。おー、全部違うんですね。そう、全部違うんです。で、不幸そうなカードもあればハッピーそうなカードもあります。はい、さあめくっていきましょうか。はい、まず、お、戦車。これがね、戦車前半、これが今年の中旬で、今年の最終結果。お、何ですか。もうね、素晴らしい。まず1枚目のこれを見て、おっと思いました。うん、ちょっと注目です。名前と番号が両方ついてるでしょ、このカード。あ、確かに。これは22枚しかない、この中に22枚しかない大アルカナっていう、ね、強いカード。強い。運命に選ばれたものしか引けないカードなんですよ。やった。これ1枚目で選んでるんでね、嬉しいです。この人なんか乗り物みたいなのに乗ってますよね。あ、はい、タイトルは戦車で、まあ古代の戦車ですね、馬車みたいな。これは敵をぶちのめす、うお、大躍進のカードなんです。強そう。めっちゃ強い。で、頭に星の冠かぶってるでしょ。あ、はい、日本では芸能人とか有名人のことをスターって呼ぶんです。あ、はい、ヤナさんの頭にそのスターが輝いています。あら、まあ、嬉しい、ね、日本では星って、ね、いい意味ばっかじゃないんですけども、でもあなたは今年スターの第一歩を踏み出せるイメージです。やった、やっと来たか。来ます。でもちょっと確認ですが、ここ数字なんて書いてますか。これ7ですね。7です。そうそう、7年前とか7っていう数をちょっと連想してほしいんですけど、はい、ヤナさんって日本に来られたのっていつぐらいからでしたっけ。初めて来た時とかですか、うん、初めて来た時は2018年。18年か、はい、ってことは、6年前。はい、今年でじゃあ7年目ってことか。一応住んではないんですよ、そっから。うん、住んではいないんだ。住んではいないですね。なんだろう、この7の数が僕すっごく気になったから、まず過去の話聞いてみたんですけど、はい、2017年とかにこっちに初めて来たとかじゃなかったんですね。なかったです。でも2017年は日本学科に入ったんですよ、うん。あ、そっか、大学ですか。大学です。日本学科っていうのがあるんですね、はい、だからすごく違和感なくあのお話しなさっていて、下手すると僕よりも丁寧な日本語かも。いえいえいえ、そんなことない。本当に敬語って意外と日本人でも下手そうなんですけど、あのちょっと白状してますけどね。いえいえ、2017年に日本学科入って、その時は本格的に日本語勉強し始めたっていう感じになるんですね、その年が。とすると、せっかく7って出てるんで無理やりちょっとこう合体させますが、はい、7年前日本学科に入り日本語をしっかりと磨き出された柳さん、今年7年目にしてその日本にまつわることでこれ勝つ、勝利するってカードなので、何か大きな功績がなすに違いありません、うん、で足元を見ると何か書いてますよね。これ、あ、これ、そう、それね、白いスフィンクスと黒いスフィンクスって言って、まあ、スフィンクスってあの謎かけの生き物、知恵の芋っていう意味なんですけど、今年ヤナさんは可愛らしい白いヤナさんと憎たらしい黒いヤナさん。髪型もそれじゃない。え、あ、本当だ。気づかなかったけど髪型の左右違うんですよ。本当ですね、シンメトリーになってる、はい、アシンメトリーかな。すごい、あ、本当だ。失礼しました、気づかなくて申し訳なかったけど。いや、でもなんかこれ見て、あ、私の髪の毛じゃんと思って。なかなかそのひらめきいいですね、これを見て、うん、あ、私の髪の毛じゃんになかなかイメージいかないんですけど、すごい簡易型です。
でもね、今年そういうね、ちょっと2つの自分を使い分けるっていう年なんですよ、うん、はい。だからね、作風とか音楽を作るときに、すっごく黒い悲しいものと、うん、すっごく白い明るいものと両方やって、こんなに振れ幅変わるんだっていう表現力で世間を魅了します。へー、嬉しいな。やっぱ YouTube で大体そのポジティブな動画だったりとか、確かに確かに発信してるんだけど、音楽だったら、ありがとうございます。で、音楽だってやっぱその深く考えちゃうところとかを歌にしたりとかするんで、そこでもなんか白黒があるのかなって個人的にちょっと思ったんですけど。素晴らしい。なんかね、ただ明るいだけで言っちゃうと、ヤナさんは実はダメなタイプなんですよ。ですよね。そんな単純でそんな明るい方でもないのでね、実はね。明るいんですけどね、YouTube では。実はすごく子供時代から11歳とか12歳とか、まあ小さい時にはまあ人間関係葛藤の星もあるし、ちょっと周りから浮いてる子だったんじゃないかなっていうのも。あ、まさにそれです。あらら、11、12の頃ぐらい、やっぱりそのちょっと転校したんですよ。ああ、学校変わらなかったんですね。ちょっと前の学校の子たちとあまり合わなくて、はい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 、あとバカにされたりとかあったんですけど、うん、それで転校して、でやっぱその中でもやっぱなんかそのその時から日本が好きとか日本の漫画読んだりとか。そうだったんですか。そんなちっちゃい時から浮いてたんですよ、うん、合ってるなって。年齢ぴったり。さすが古代中国の秘宝です。あ、でもありがとうございます。そうか、まあでもね、そういうちょっとこうはみ出し物って言ったら言葉が悪いんだけど、仲間外れしたりとか、みんながやることをそのままできない子だったヤナさん、うん、だからこそ、うん、この多様性とか言われてる現代の、うん、まあ時代がやっと追いついたみたいな感じがするんです。この暗いというか、まあ今あんまり暗くないけど、子供時代に経験した暗さとか悩みを歌だったり作詞の詩だったり込めていくと、うん、それがね、世間にどんどん広がるから、ぜひ覚えておいてっていう感じ。おー、不思議。でね、次このカードなんですけど、はい、この人顔どっち向いてますか？前。そう、その通り。この人はこっち向いてるけど、この人ね、向こうを向いて、そう、前向いている。このカードが表すのは、今いる場所からもっと遠いところへっていう意味なんですね。で、なんか棒みたいなのたくさんありますね。はい。これね、実は占い的にはヤナさんが作った歌を、楽曲を誰か他人が勝手に使うことを意味するんです、日本だと TikTok でなんかダンスを勝手に踊られたとかあると思うんですけど、それ今年ね、やられちゃいそうな気がする。あ、でも嬉しいことじゃないですか、 TikTok で楽曲使われたりすると。うん、そう、嬉しいことじゃん。だけど多分ね、そのなんていうのかな、悪いんで。あー、じゃないね、顔見えないですよ。あ、誰が使ったか分かんない。そうそうそう、なんか誰が分かんないんだけど、なんか勝手に使ってくれてて、あれでもなんか私の曲流行ってるみたいな、そんなムーブがやってきます。おー、だからね、ヤナさん自身の作る音楽がちょっと悲しい感じだったり、ちょっと明るい感じだったり、両方あるといいかもね。でもなんかまさにそういうアルバム作ろうかなと思ったところなんですよ。わお、アルバムも今年発表？いや、まだまだ先だけど、制作中なんですけど、うん、ここもなんかその、まあ、夜と昼の雰囲気で分かれて同じアルバムにしたらいいかなって、うん、髪型的に合おうかなって思ったし、なんか全部繋がっちゃってるんですよね。なんか素敵だな。ほんとこっちが昼でこっちが夜だから、はい、そういう両方の面を出すと、うん、昼の面が TikTok で受けたりとかして、うん、ファンの人には夜の面のちょっと悲しい曲調が刺さったりするっていうね、うん、どっちもね、ファンを獲得できちゃう運命なんですよね。欲張り目。よく張っちゃうかな。で、最後、はい、この人なんか作ってますよね。あ、あれみたいですね、あのイカゲーム。イカゲームなんかありましたっけ、こんなシーン。イカゲームをこのカードから連想されたの、ヤナさんが初めてです。本当ですか。いろんな方を占ってみたけど、これでイカゲームのシーンを呼び出されるなんて。でもなんか確かにあったよねっていうね。これ実はメダルを作ってるんです。おお、まあ、お金っていう意味もあるんですけどね。実績だったりと。その通り、うん、だからね、今年、まあ、音楽を作っていく明るいのと暗いのと両方やるかもしれない。ちょっと悲しい過去の話題とかも出してみたりして、喋れるよって、私嫌なこととか悲しい人には寄り添うよっ
できるかも、カウンセラーみたいな才能が出てくるで TikTok でバズる何かが出てくる。それらが両方合わさって実績がこうやって積み上がっていく。嬉しい。だからすごくいいカードばっかり引いているから、やっぱり間違いなくあのこの生年月日の中でもキャワーな人で、天気の数字です。ここ738であります。738ってことは7月8月に大きなチャンスがやっぱり来そうなんです。で3月もそうです。結構ねちっちゃいけどチャンスが来るんです。嬉しい。で3っていう数字っていうのは私と誰かと、そしてまた他の誰かっていう3人を表すので、YouTube とかされてる方は私とコラボ相手とファンのみんなとみたいな、そういうね一体感のある、だからあのライブ配信みたいなとか、収録したやつを流すだけじゃなくて、なんかこうライブ配信でなんかみんなとおしゃべりするみたいな、そんなイベントをしてもいいかもしれないよ。なるほど。ライブ配信一応なんか去年の9月ぐらいにメンバーシップ始めて YouTube で、あ、そっか、で週1は必ずライブ配信するみたいな。確かにこれから増えるかもしれないなって思いました。3月ぐらいね。何かきっかけは分かんないけど、なんか急に増えたのメンバーシップ、ってことが起こるかもしれないね。嬉しいですね。だから今年の仕事運は、まあ、いかにね自分の中の黒い面、明るい面を使い分けるかが鍵ですが、基本いい1年でしょうね。嬉しいですね。では注意することって何だろう。注意すること、はい、やるでしょう。ちょっとまた3枚引いてみてもらっていいですか。いいことはこんなことだよ。うわ怖っ、怖いんだけど。確かに1枚目にこれ引いちゃいましたね。次2枚目明るそうですね、うん、明るそうですね。で3枚目、なんかまた明るいですね。なんかどっちもこの10の文字入ってる。よく気づきました。お10ってこの中に5枚しかないんだけど。あ、本当ですか。2枚引いちゃいましたね。さて注意することと聞いた途端すごい悪いカードを引いてくれたんですけど、そうですね、注意すること占ってるから悪く出てくれないと外れてるんです。ちゃんと嫌なの引けるっていうことは注意をこれが教えてくれてる。なるほど。この子どんな感じですかね。死んでますね。そうなんですよ。お亡くなりになってるんですよ。誰かに殺された感じですまあまあ、うん、そうだね、背中から刺さってるもんね。この絵の人物の話ね、ヤナさんの未来じゃないから安心して、ね、そうでもそう背中からやられてるんですよね。まあ日本語では背中っていうものであの背負うって言って、うん、仕事の責任を背負うとか重荷を背負うとか、背中っていうものがあの責任のシンボルみたいに日本では言われるんですよね。なるほど。あとまあ日本語では漢字をあの音読みと訓読みといってご存知かもしれないですけど、はい、背中の背って書いて背くとかみたいに読んだりもする。責任っていうふうに読むと背負いきれないものを背負い込んでぶっ倒れているみたいな、仕事の量が多くなっていくイメージですね。はい。それでちょっとストレス溜め込んだりとか。その通り。健康も気をつけなきゃな。そうです。健康注意のカードなんですね。うん、でまあこのカードを背中の背を背くって読むとすると、マネージャー辞めちゃったみたいな。違う。突然いなくなるとかみたいな。ね。コラン引き継ぎちゃんとしてけよみたいな。ちょっとそういう人との別れをね気をつけろって言ってるんですよ、うん、このカード。人との別れ、うん、日本で友達とかあの一緒にコラボよくする方ってどうですか。山内さんあんまりいらっしゃらないですか。あ、います。そっか、じゃあ友達だったりとか友達、まあ、同じ事務所のことよく撮影したりとか一緒にチームみたいな、はい、嫌な予言をするともしかしたらそのに同じ事務所でやってた人が帰りますって言って国に帰りますとか、なんか彼のカードが出てるから、うん、なんかちょっとこう入れ替わりがあるのかなっていうのが少し悲しいこととして出てるかもしれないから、なるほど、コラボできるうちにたくさんコラボしてたくさん思い出を作っておきましょうっていうのが、まあ、一つですよね、はい、ただしそれだけです。今年注意するのは、うん、体調と人付き合いがちょっと離れもあるから、まあ、仲良くできるうちにしときゃっていうこの2つだけしっかりしておくと、あとはファンが増えるんですよね。これ結構いいカードですね。すっごくいいカード。あ、向きが一緒ですね。その通り。この二人は。その通り。絵はつながっててね。最初一人でした。
でも横から肩を支えてくれる人が出てきます。近くで踊ってる人もいます。みんなで何か幸せを謳歌しています。めっちゃ不思議ですね、うん、山内さんの周りを囲む人たちが今年どんどん増えていくイメージです、うん、きっかけはねコップの絵なんです。ですね、料理ねー、山さんが料理動画を出す。料理動画出せないよね今までね。なんかそのキャラ弁作ってみたとか、そういうのがちょっと昔出したこと見つけてなかった。ごめんそんなのやってらっしゃったんだ。いや本当に少しだけなので。少しだけか。 そんなに、まあ、作ってないですね。タコパぐらいですか、ね、タコパタコパタコ焼きのパ、タコ焼きパーティー。あの僕大阪人なんでタコ焼き大好きですけど、ね、じゃあね、なんかそういう食べ物にまつわる動画とか、うん、食べ物にまつわるコラボとかすると、うん、はぁ虹が出ます。おお、料理頑張ろうかな。料理動画ちょっとまあそれは勝手に僕が言っちゃったんで、ちょっとこれはヤナさんから教えてほしいんですけど、ヤナさんはどんなアーティスト、どんなクリエイターになりたいですか？自分もその日本好きになったきっかけがスキャンダルっていうバンドだったんですけど、きっかけで好きになって、はい、自分にもすごく夢を与えてくれたから、自分も人に夢を与えるようなアーティストになれたらなって思いますね。じゃあヤナさんはあれか、その音楽、まあ、日本人の女性のバンドに何か支えられたみたいに思ってはるわけなんでね、はい、ちなみにそのスキャンダルっていうかあのバンドの どんな曲調とかどんな感じのメッセージの音楽にハマったとか何か覚えてます？その当時はブリーチの主題歌だった。あ、少女 SP ブリーチ、はいはい、あの漫画のね、はい、あの漫画というかアニメの、はい、うん、ですごいロック調の曲が当時多かったんですけど、結構幅広くはなってきてるんで、もうその時からもずっと推してる。そうなんだあ、じゃあまあそのブリーチっていう、まあ、アニメ見たりとか、まあ、その音楽聴いたりとかするうちにどん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 好きになる。あ、そうですね、あの友達がブリーチ見てて、でこの曲いいよって勧めてくれて、アニメ自体は見てないんですよ。そっか、アニメじゃなくてなんだ曲だったんですよ。じゃあ本当に曲にこう一目惚れでしたね。いやすごっそうか、そんなことがきっかけだったもんね、その友達きっかけで。なんかそのきっかけで、うん、今に至る。そっか、やっぱ一途な方だねまあ先頑固って言っちゃったけど訂正します、一途ですね頑固なところもありますけど、まあでも頑固なぐらい強くなきゃねやっぱりブレブレだとなんかこうアーティストって感じじゃないからな。なんか素晴らしいと思うけど、とするとまあね、ごめん全然タコパとか食べ物とか関係ないって言っちゃったんだけどまあそういう面も見せれるよみたいな、うん、これですね、白い顔と黒い顔と両方使い分けれるヤナチさん。はい、アーティストなだけじゃなくってちょっと面白い人でもある。この2つをやれることで輝く、間違いないって感じでしょうね。やった。で、まあ、一応このカードなんか気をつけることの時はお引っ越しカードって言うんですね。これお家のカード、ちょっと見えてますね。そうそうそう、お引っ越しを実際するかは分からないけど、お部屋の中が散らかってるイメージが見えるのでちょっと綺麗にしましょうか、はい、めっちゃ、でも昔からずっといつも部屋が散らかってる。あらまあ、このお顔でそれを言われるとね、ギャップ萌えって人が多いんですけどあらまあ、お部屋がお部屋、オブラートに包めててありがとうございます。いや、えげつないこと言ってると思うんですけど大丈夫ですか？あのファンの方から怒られないかどうか心配です。大丈夫ですか部屋の綺麗な人ってどうやって毎日綺麗にしてるんだろう、全然理解できなくて。そっか、理解できないですね。いや、なんか自分、うん、できないから。ああそうか、その綺麗にするっていうのがよくわかんない感じ。うん、わかんないですね。綺麗にするときはすごい綺麗にするんだけど。そうか、その綺麗なときは一瞬あるんですか？一瞬あって、でもすぐまた戻るんですよなんでなんだろうね、戻っちゃうんだ。物が忘れるのかな。聞き忘れてたりとか、もっとこんなこと見てみたいなっていうのがあったら、じゃあ恋愛もちょっと聞いてみようかな。ここからは恋愛運ということで、ヤナさんの恋愛というものがどういうね運命なのか、タロットで切り込んでいきたいと思います。はい、お願いします。はい、まあね、生年月日の占いに行くとド変人引き寄せる星なんですよねやっぱりそうなのか。そう、変わり者のね星がパートナーのところにドドドーンって出てきて、うん、なんかシルバーアクセサリーをゴテゴテ見に行ってるような俺オシャレだぜみたいな、ちょっぴりナルシストの星がね恋人の星になってるんです。
でもやっぱり普通すぎる機種ちょっとつまんないという傾向がありますね。まあやっぱ矢野さん自身アーティストさんだからね、うん、刺激される方が楽しいって思うのかな。そうですね、やっぱなんかこの人こういう考え方なんだなみたいな、うん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 、ちょっと面白さ感じたりとかありますね。ファンの者どもよ聞いておるかそうなれたらもしかしたらうまくいくかもしれないいや何言ってんねんお前って思われたかごめんなさいちょっと真面目な占い師に戻りますちょっとこう異質だったりとか、うん、そういうところのある人にはまあドキドキですね。生年月日ではそう出ていた矢野さんなんですが、恋愛ではまずじゃあ矢野さんはどんな魅力がある人なのかとか、矢野さん自身の恋愛のパワーを3枚のカードに託してみましょう、はい、あらさっきと逆にまとまったの聞いてみましたね、はい、そのなんとなくが当たるから怖いですよねぴったり引いてたし、では行きましょう。矢野さんの恋愛運はこんな感じ。だだだだだだだ、よくなさそう。何引いてはるん大阪市に出てきましたね今。そうなんですよ普通にコテコテの関西弁ですからね。ちょっとじゃあ2枚目で起死回生なるか。おこれは素敵だね、よかったよかった。最終結果こんな感じです。あらめちゃくちゃ素敵。まだ2回引いちゃいました。2回出てきた。同じカード2回連続で引くってすごいですよ。なかなかないですかね。ないないない、だって78枚の中で同じもないの。確かにこんなに多かったら、うん、だけど何引いてるんみたいなねもう悪夢のカード引いてます。結構苦労しちゃうのかな。してますあのね、ここ過去とか現状を表す場所だから、うん、もしかしたら矢野さんがここ最近は、はあ、好きな人できないんだよって思ってるか、好きな人ができても会えないよ寂しいよって思ってるか、うん、ちょっと泣いてるんですよね。でまあここ剣がいっぱい書いてますよね。はい、剣ってねタロット占いでは仕事に使う武器なんですね。おお、矢野さんがもしかしたら今恋愛じゃなくて仕事のことでいっぱいになっていて、恋はしたいけどでもさなんかそういうモードじゃないみたいな、うん、そうなってるのかもしれない。なるほど、確かに最近結構仕事を頑張らなきゃとかっていうのなんか前よりはありますかね。前よりは頑張るのかな、まあ、頑張り屋さんなんですきっとねけどまあ悪く言っちゃうとこのカードはまあ悲しさとか孤独さとかのカードだから、うん、まあ、今めちゃくちゃハッピーではないのかもなみたいにまあ言いつつ、あと他の言い方では大事にしてくれる人じゃなくて自分が好きになったらあのね好きって言ってくれる人よりも自分が好きにならないと無理みたいな、まあ、そんなとこがあるのかな。それはまさにそうですね。か楽っていうより自分が追いかけて尽くしていかなきゃいけない運命っていうのがこれなんです。あえて茨の道を選んじゃう人なのかもね。あら苦労しちゃうか、ね、なんかちょっと慰めてあげてください。いや僕が慰めてもいいのかなでも、ね、その横に出たカードからが、うん、分かりですね。なんかすごく明るいの。確かに明るいですね。ここすごい暗いのにガラッと変わりますよね、はい、まずこの真ん中に出たのはクイーンといって、はい、山さんがやっぱりすごくね自分で恋愛をちゃんとこう自分で決める、自分で好きな人も作るし自分でいいと思った人のことを落とすって言葉はちょっと物悪いんだけれども落としに行くみたいな情熱家なんて感じがするんですよ、うん、だからねどんな困難があっても相手の人が元気がなくて仕事でしんどくってだとしても最後はあなたは自分の愛を貫き通してで幸せな家庭を作ります。イエーイ逆転劇です。逆転、その現状とか苦しんでても、うん、あとは大丈夫になるからっていう。そうです。ここなんかひまわりも面白いなって思って、ひまわりの花言葉だっけ、なんか愛を関する なんかありましたよね。憧れ、情熱、あなただけを見つめる。わお、うん、あなただけを見つめる、なんかそういう愛情のある花だ言葉だったけど、すごい、なんかよく知ってましたね笑顔とか全然違うこと言っちゃったあとこの黒い猫もちょっと気になったんですよ。黒い猫はね、ヴィーナスの不吉の状態ってちょっと嫉妬深さとか、うん、あと過去の恋愛を引きずるとかそういう意味もあったりするんですけど、ここ黒い、この黒い、こんなたくさんあった黒がここではこんだけになる、ちっちゃくなってる。そうで最終的には黒がなくなってる。皆さんはね、年を重ねるごとに嫌な思い出とかまたしんどい恋愛だとかをだんだんしなくなっていきます、うん、
ちゃんと大事にしてくれる人を好きになれる人です。昔はね、ちょっとなんかわがまま男、なんかあんまり大事にしてくれない人を好きになっちゃう運命なんだけど、だん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 その、ね、黒いダメな人を見極める力がついていく。なるほど。で、あなただけを見ているでしたっけ、ひまわりの花言葉、うん、そういうしっかり自分を見てくれる人と出会える運命、間違いない。お、嬉しいことですね。でね、ここ家族の絵なんです。はい。だから柳さんが結婚したりとか、まあ、ご自分のお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか誰でもいいですけど、身近なところで家族、お父さんお母さんかなとかを見てて、なんか私もああなりたいっていう思いがあるのか。両親離婚してるんですよ。あ、離婚してるんだ。あら、ダメだ。してるけど、うんうん、でもまあ最初はそこに離婚で仲悪かったりとかあったんですけど、うんうん、結果的に今離婚してる状態で一緒にクリスマス祝ったりとかしてるんで、それがすごい素敵だなって思いますね。そうか、離婚してからの方が仲良くなっちゃった家族なんですね。不思議な。まあでもそういうのもありか。恋愛がたまたまダメで、そういう家族関係が大丈夫。へー、なんか面白いですね。あの、僕日本で長年占い師していて、大体ね、日本のあの夫婦ってとことん嫌いになるまで我慢するけど、とことん嫌いになってから離婚するから、はい、離婚してから二度と会いたくないよっていうのがね、多いんですよ。パターン多いんですか、欧米でも。あ、欧米でもそうなんですね。多分、ちょっと珍しい。矢田さんのご家族だけちょっと特殊なっていうか、家族としてはいいみたいな感じですね、はい。じゃあそれを見てるからかな、もしかしたら、うん、ベタベタするだけじゃなくて、まあ、ちょっとこうお互い仕事を持ちながら、うん、お互い自分の世界を持ちながらベクトし合える夫婦になれるのかもしれない。なんか穏やかな絵でいいですね。すごく穏やか、すごくいいカードです、うん。ただでもなんか2回目でこれ引いてるのでね、うん、なんか意味がある気がする。同じ絵が2度出るのでね、この絵を見て柳さんどっか気になるのとか、これ素敵だなとか思うものなんかある？いや、なんだ、その隣に立ってるだけとかじゃなくて、ここ、うんうんうん、男の人だと思うんですけど、多分男性だな。腕を組んでくれてるんですよ。確かに確かに。一緒になんか綺麗な世界を見つめるみたいな。ああ、でも確かに綺麗な世界見つめてるもんね。まあ、ヤナさんがもしこの女性側だとするじゃないですか、うん、どんな気持ちします？憧れます？憧れますね、やっぱり。じゃあちょっとベタな結婚とか好きなのね。恋愛ドラマとかめっちゃ見るの好きなんで。あ、そうですね。あらら、まあ、じゃあそのドラマチックな恋愛をきっとするけど、それが29歳かな。29歳。30歳もそうです。10って出てるから。で、生年月日の運勢でいくと、31歳に30年に一度の大きな転機が来るので、ここで大恋愛の末の結婚なのか。なるほど、面白いな。すごく重要な男の人の星が入ってくるからね、うん、結婚なさるとしたら、まあ30歳ぐらいじゃないかな。なるほど。じゃあ20代はあんまり良くない。とね、多分ね、20代は仕事だったりとか外へどんどん広がる運気なので、うん、結婚しちゃうと相手が寂しく思います。あ、忙しかったりとか。ヤナさんってこんなとこないですか？仕事とかスイッチ入っちゃうと連絡忘れてた。そんなことない？ あるかもしれないですね。30代になると消えていくけど、20代のうちはね、仕事とプライベートのバランスの取り方がちょっと下手くそかもって出てるかも。嫉妬深い、あの男の人を寂しがらせて嫉妬深くさせてしまう、あ、そんな運命が大きいです、実は。なるほど。恋人はね、いても結婚はまあまあもうちょっと先でもいいかなって気もしますけどね、うん。じゃあ遅めの結婚がもうするなら少しゆっくりめな感じでね。うん、わかりました。でもどう、なんかその感じだと早く本当は結婚したいみたいな感じ？いや、特にないです。ああ、なんだ、そうなんだ。早く結婚したいとかそういうの特にないですね。じゃあまあメリハリがついてるいい運命かもしれない、ね、うん。仕事に20代集中してやれるところまで行って、で、うん、査定を作ってみますみたいな、ね。ちなみに手相とかで子供線があるかどうかって占えるんですけど、ちょっと見てみます、はい。では両手いいですか？あらら、ヘナさん、ここにホコロあるんだよね。あ、あります。まずこの線が愛情線、はい、まあ、感情線とかの恋愛の線、めちゃくちゃ長いんですよ、これが。へえ、そんな長いんだ。ほら見て、僕なんかこう止まってるもん。本当だ。めっちゃ短いでしょ。どうせ恋愛はないですよみたいな感じなんだけど、ここまでいくでしょ。
確かに、そう比べると確かに、ね、あのね、愛情の線が人差し指の付け根のここまで行くと、うん、すごく尊敬できるちょっと年上の人と結婚するって言われるんですよ。年上がいいんだ。そうなんですよ。年下の方だった場合でもめちゃくちゃね、あの活躍してる、仕事頑張ってるっていう尊敬できる人じゃなきゃちょっと無理っていうのがあるんですね。でね、ここ見てクロスが出てる。おー、本当だ。人差し指の付け根にクロスが出ると、自分で会社を起こしているとか、あと先生みたいに人に何かこう教えたりする、そういう人物と縁があるって言われるんです。コンサルティングとか学校の先生とか、いろんなね先生っているんですけど、なんかどっちにしてもこう大勢の人をその育てていくみたいな人と縁があります。ね、矢野さんの手相では、ごめん子供の話からちょっと違うんですけどあのね、とてもこう自営業とかで自分でしっかりと会社を持ってるような人との結婚があるから楽しみです。おお、かっこいい。はい、そのなんかダメンズって呼ばれるんですが、あんましっかりしてない男ってね、うん、そういう人との結婚ではないと思うなっていうのがここのクロスマークかも。結構レアなんですよ、そんなところって言って、そうね、僕ベタコでしょか、まあ、とにかく人をリードできる頭のいい人との結婚なんだけど、子供線を見るとね、今はまだ一本もない。え、子供線って普段だったらどこにあるんですか？ここら辺とかに出て、まあ僕もないけど、ここら辺のね、あーでも右手にはあるやん。右手にはあるか、下にピッて伸びてる。なんか右手ってまあ将来とかも言うから、まあいつかは持つんだけど、左手にはねないって感じなので、まだ多分自分がやりたいことを終わってないっていうかな、まあ、それはすごい感じます、自分でも。なんか今子供さんとか設けると愛してあげられないって思ってるかもしれないな。子供とかできるとベタベタしそうですからね。なんか自分で精一杯なところがあるかもしれないです、その仕事的に、まあ、今の仕事とかでね、うん、でもね、右手がまあ将来だとしたら、ここに2本入ってるんですね、うん、ピッて。お二人は儲けていらっしゃるでしょうね。あったー。でも溺愛しそう、うん、すごい大事にしちゃいそうだからまあ、あのちょっとこう小離れね、早くできるようにねみたいなのは思うけど、すごい子供大事にするね。そうです、愛情線すっごく長いから、うん、嬉しい。これが短いとちょっと冷たいって言われるね。あんま冷たい感じしないですけどね。そう演じているだけなんですして。だけどやっぱ手相で見ても結婚の年齢はね、ここでわかるんだけど、この縦線30歳ちょっと超えたぐらいのところ、ここにアルファベットの A みたいなのが見えるかな。あ、本当だ。この A みたいになるのが結婚する年齢って言われるんですね。だから30歳をちょっと超えたぐらい、31歳とか2歳とかに運命の人は決まる。お、逆に今はっていうと、でもね、すごいヤーナさんのことをめちゃくちゃ好きに思ってる人がいますよ。へえ。なんかね、ヤーナさんのことすごい好きな人がいます。ヤーナさんが好きじゃなくて、ヤーナさんを好き。んだけど、なんかその人離れてるんです。なんかね、24歳ぐらいの時、ちょっと前かになんか交流するんだけど、24歳ぐらいでなんか一回離れてるんですよ、線が。んでもまだ好きです。へえ、誰だろう。誰だろう、分かんない。そもそも当たってるのかも分かんない、うん、自分が好きにならなきゃ無理な人なんだけど、愛してくれる人がものすごくよくここで見てるんだけど、リアナさんすごく出てるから、うん、愛され上手です。愛され上手、うん、自分の好きな人とちゃんと相思相愛になれるそうです、うん、そういう人はね、僕もここ1本だけ入ってる、忘れてた、うん、ほらこういうのが入る。ありますやん。あるんですよ、一本だけ。でも矢野さんすごくたくさん薄くだけ入っているから、あ、これ大野さんの方が深い感じですよ。矢野さんとかだと頭脳線っていうのがま、はい、っすぐ刻まれてるでしょう。あの、まっすぐとかこうくねくねしてないっていうことの方が大事だから、手相では頭脳線がこんなにまっすぐだね。まっすぐだとすごく頭もいいし、自分が一度これって決めたことを初志貫徹っていう、ほら僕も24年やってるだけやって、まっすぐでしょ。まっすぐですね。こういうこう頭脳線がまっすぐ走る人は、自分自身が決めたことを最後までやり抜く根性のある人なんですね。
しいですね。ちょっと本当に有名な方になってますよ、あなたは。お、ただしっていうならちょっとね、ここ、まあ、僕も人のこと偉そうに見えないんだけど、ここが青白いんですよ。あ、ここね、冷えやすいとか貧血気味とかの人ってこういう青くなるから、まあ、結構貧血になりやすいかな。いつも鉄分足りてない。鉄分取りましょうか、ちょっと一緒にね、うん、じゃあね、ここの色が良くなると、あのね、貧血が落ち着いて、その全体的にね、活力が上がるっていうから、うん、仕事運、恋愛運、すべてここの色で決まるんですよ。我々今一つ、今ね、なんか色がくすんでるから、確かに、あの気をね、よくしましょう。エアの鉄分よくとって、うん、皆さんもここの色注目ね。ここマッサージとかして、あ、血行良くしてやるだけ。痛っ、痛いですね。すごく痛いわ。痛く、あの、皆さんも押してみて、痛かったら、あの、揉みほぐしてあげてね、なるべく健康に過ごすと運も良くなるからね、っていうことでした。ここのバッテンがどういう意味なのか、ちょっと気になったんですよ、ね。本当だ、そのとこにバッテン入るって感じだけど。人差し指の、あの、ここなんていうか、第一関節、第二関節って感じ。第二関節の腹のところに、ヤナさんね、クロスが出てるんだ。まあ、日本の手相占いでは、あのね、この親指のここに目みたいな模様があると仏眼も仏の目、直感力があると、うん、ある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 と言ったりする、仏眼もとか言うんだけど、うん、人差し指のこの第二関節のエリアね、人差し指に関して僕が聞いたことがあるのが、人を導く才能っていうのがあるんですね、人差し指には。中指が孤独とか哲学者みたいな、うん、人差し指が先生とかリーダーの意味がある。そこにそのクロスのマークが入ると、クロスって集中するとかパワーが集まるっていう意味があるから、皆さんね、カウンセリングとか教育者的なっていうか、なんかそのメッセージ性に非常に富んだ歌詞を書けるとか、おー、そういう才能がめちゃくちゃある人です。嬉しい。先生ってね、なんか人差し指の特徴があるって言われるんです。僕はありません。先生じゃないしね。なんかすごいね、うん、レア線ですよ、こんなの。人差し指だからメッセージを届ける人な感じするな。なるほど、いい先生になると思いますよ。うん、まあ、先生っていうとちょっと言葉が違うかもしれないけど、こう人の心に届く言葉を紡げる人だと思うな、うん。こっちもよく見たらなんか、ね、若干ありますね、うん、この左上は薄いんですけど、薄いけど腹のところにあるよね。普通ね、そんな関節の腹にしても模様って入らないんだけど、うん、珍しいですよ、これは。面白い。本当に面白いですよですね、よく見ると。嬉しい。まあ、ちょっと生命線とかがね、まあまあ、この、これね、生命線、ちょっと左手が短かったりするから、大腸とか子宮とか、そういうこの辺りにある、その、なんていうの、の健康は、もうちょっと年を重ねたら気をつけてね、みたいな。っていうのがここ。でもまさに大腸がすごく弱いんですよ。あ、弱いんですか。小腸の辺弱いです。お腹弱めな感じ。そうです。昔で入院したことない。入院までしてるの。はい。わお。まあ、YouTube でまだ言ってないんですけど。あ、一応、ね、大丈夫で大丈夫です。あ、大丈夫。そういうのが当たり立ってるなみたいな。でもまあ逆に言うと、占いではね、生命線がこうして切れ、ちょっと切れてるのね、これ、うん、で、ちゃんとそういう病気を一貫していると、ちゃんと気持ちが向くじゃないですか、うん、私お腹弱いから気をつけようって、うん、かちゃんと病院とか行けてる人はラッキーな人、うん、線が切れてても病気をしてない人で、そんな弱くないわってやってる人って凹凸にパターンってきちゃうから怖いんですよ。怖いですね、それは。なんかある意味山さんはちょっとまあ気をつけてあげてください、うん、玄米食べて玄米食べていいですか。美味しいですよね。美味しい美味しい。でも炊くの大変じゃないです、なかなか時間かかるというか。あ、まあ、そうです。この他になんか健康、これ気をつけた方がいいとかなんか見えたりしますかね。あとはないよ。そんなにね、ダメだとかじゃなくて、右手とか見ると生命線しっかりしているし、うん、あと生命線から上に伸びる線見えますか。生命線がこれで、上に伸びる線。あ、はい。生命線って英語でライフラインと言いまして、うん、それを日本語に置き換えてライフを生命って訳したんです。うん。けどライフって人生って意味もあるんですよね。はい。この線っていうのが自分の健康と人生の流れを、そのライフラインから上に伸びる線があるっていうことは、大きな、この人生で一度大きなね、ビッグチャンスが来る人なんです。嬉しい。普通ほら入らないよ、そんなの。おー、本当だ。こういうのね、僕ないでしょ。
あ、これだとすごいじゃん、人の手相ってこんなに違うんだなみたいな。ね、全然違うね。違います。面白いでしょ。面白い、ね、だからビッグチャンスがすごく来るそうだから、うん、あの本当にこのままずっとアーティストでいきたいんだっていうのを言い続けていると必ずね、あの大ヒット飛ばす感じ、デビューとかの夢見てるって言ってらっしゃったけど叶います。よかったです。それぐらいの層を持ってるね。嬉しいことですね。このほくろの意味って何でしたっけ。ほくろはね、ここが愛情線をすぐ下で、ここの場所っていうのは、まあ、好きになる人の特徴とか傾向を表すのね。ほくろっていうのが、ね、矢野さんのちょっと今ぼやっとしてるのね、顔にぼくほくろ多いんですけど、はっきりしたほくろってあるじゃないですか、うん、この辺にあったけど、なんかね、はっきりした形のほくろは運が強い。でこうやってちょっと周りがぼやける色のほくろはちょっと運が弱いって言われて、変人好きになります。それ結局変人か。そう、足の層してるけど、あの手相のほくろって実は、ね、薄くなったり濃くなったりするんです、うん、僕のここ一つあるんですけど、これ濃くなったり薄くなったりするから、そのほくろがはっきりした時にいい人が出てきます。おセンサーですね、その子が。センサー、そう、濃くなった時にいい人出てきてるからなって教えてくれる、うん、あんた絵しようとしてんな。そう、なんか面白いです。関西弁が出てらっしゃいますけど留学は大阪だったんだ。あ、そうなんやね。そうでしたか。ようこそ大阪へですけど、うん、ですね。そう、僕道頓堀のね、そばで占いしてたんですけどね。やっぱありがとうございます。こんなにいっぱい占ってもらえると思わなかったし。いやいや、なんか楽しんでいただけてよかったです。めっちゃ楽しかったです。それではこの動画面白いと思ったらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。本当に来ていただいてありがとうございました。はい、楽しかったです。矢野さんもこれからね、ぜひご活躍を祈ってますね。ありがとうございます。チャンネルも全部概要欄貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。もしよければクレノトリで検索してみてください。ぜひ次の動画でお会いしましょうね。バイバイ。可愛い色に溶け込む浮かんでく君の顔に酔っちゃう。